こんにちは。ご機嫌いかがですか。山本恵子です。素敵な人生とティータイム、この人と60分。この時間は行政経済界でご活躍をなさっている方、地元の文化の発展に貢献なさっている方、そして今湘南エリアの人々の関心を集めている方をスタジオにお招きして、毎週この時間お話を伺ってまいります。本日のお客様はイタリアンレストランラ・パットーラ代表取締役でいらっしゃいます立花博士様にお越しいただきました。人生に対する熱き胸の思いを語っていただきます。最後までごゆっくりとお楽しみください。この人と60分。この番組はデジタルテレビ放送と安心インターネットの湘南ケーブルネットワークの提供でお送りします。スマートケーブルテレビならテレビはもちろん、パソコン、スマホ、タブレットでも楽しめる。地域情報満載の湘南チャンネルをはじめ全106チャンネル、ケーブルインターネットはサービス充実で安心。テレビもインターネットもやっぱりスマートケーブルテレビだね。改めましてこんにちは、山本恵子です。この人と60分、本日の素敵なお客様はイタリアンレストランラ・パットーラ代表取締役でいらっしゃいます立花博士様にお越しいただきました。立花さん、こんにちは。こんにちは、立花です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう本当にダンディで、 ありがとうございます。もう今お会いした瞬間ですね、素晴らしい、あのセンスが、良さにもう目がびっくりで、それこそびっくりぽんでございます。いやあのツイードのあのスーツで、下のあれちょっと変わってますよね。はい、背広、あのなんて言うんでしょうね、ジャックのベストですね。ベストなんですけども、襟がついていて、はい、いて、はい、上のスーツとの折り合いがすごくいいですよね。はい、あの自分で楽しく洋服大好きなので、形と色が、はい、はい、そして普通ね、女性側のアクセサリーを、はい、あちこちにこうつけますけども、はい、男性があまりつけてるっていうのをあんまり拝見したことないんですけどもそれ違和感がないんですね。ありがとうございます。しかも一つじゃないところがいい、はい、いいですよね。いっぱいつけたがる、なんかいつ今目に入るだけで4つ、ちょっと隠れたところにちょっと見えるからすごいですよね。なんかとてもあのイギリスの国旗であったり、はい、闘牛士の形のであったりね、楽器があったり、はい、それも金銀赤白ブルーと、なんかとてもカラフルに、その下のお召し物がとても何物も際立たせる、はい、引き立たせる、そういう色だから余計いいのかもしれないです。ありがとうございます。とにかくおしゃれな方でいらっしゃいます。本当にあのもうお褒めに預かりまして本当にあのお名前がですね、はい、立花さんっていうね、はい、立つ花ですよね、はい、本当に花が立ってるみたいそれで広志さんがヨーヨーたる太平洋のようと、はい、いらっしゃいますでしょ、はい、あのとても素敵なこう立花広志というね、いえ、それもらったお付けになったんでしょうかね。そうですね、何でしょうね、お父様かお母様か、祖母ですね、おばあちゃん、はい、じゃあご一緒に暮らしてたおばあちゃん、はい、あの同居していたので、はい、で可愛がってもらって、祖母ですね、すべては祖母からもらったかな。あ、お名前から始まって、お名前は、はい、あの昭和32年の生まれになりますんで、はいはい、当時レコード大賞第1回、うん、はい、それが水原弘さん、はい、黒い花びらかな、なんか中村八大さんじゃなかったあれです、でしたね、作詞、ね、そうですね、あの作詞はちょっと忘れちゃいました、はい、ごめんなさい、作曲ですね、そうです、作曲が中村八大さんだったよね、はい、それで広志っていう名前が、うん、当時の宮原なのかな、あ、まあ、あちらの広志さんはね、はい、弘法大師の頃という字でございますけども、ね、あの方も確か平塚に住んでたことがあったでしょ、ご存知ないですか。わからないですね、何年くらいかは知らないですけど、はい、なんかあの桃浜町だかなんだかあっちの海岸の方に、はい、
居住してらしたことあいいとこ住んでらっしゃいますね。ことあったような、子供耳にいいとこです、ね、私子供でしたので記憶は定かではございませんですが、はい、でももうあの歌をね、出だしのね、はい、ババンっていうところ黒いアラビランですね、まあ、歌なんですよ。もっと聞きたいんですけども、そうそうそう、はい、レコード大賞だったの第1回ですからね。やっぱ1回は、ね、すごいですよ。そうですね、記憶に残りますから。それでずっと続いてるんですからね。そうですね、未だ持ってね、未だ持ってあれを取れば本当にすごいというね。やっぱりです ね、 ね、あの頃はもっと今よりもっとすごかったね、価値がね。価値ありましたね。ちょっと最近はまあいろいろとね、うん、まあ、いろいろ飛んで、賞もいっぱいあるしね。賞もいっぱいあるんですけど、当時はもうレコード大賞っていうのがやっぱり、うん、もうすごかったね。もう音楽界の最高峰でしたから。そう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 、の第1回ですからね。立花さんは、はい、お顔ももうどちらかというと芸能人ですね。あ、いや、あまり褒めていただくとですね、いやいや、褒めて育てる体質なので、上上がっちゃいますけどね。前上がっちゃいます。前上がらなくて大丈夫です。本当ですから。本当にお顔がね、先ほどちょっとお聞きしたら、高田純次さんと、はい、玉木浩二さんの間ぐらいな顔だっていうふうに人に言われると、はい、私ね、高田純次さんとちょっと髪型が違うじゃない。はい、違います、違います。ちょっとこちらの立花さんの髪型、ちょっと素敵ですよね。あ、なんかちょっと変わった髪型ね、オールバックにしていながら、はい、ちょっとこうちょろこちょっとこう、はい、下に下がってるという、とても白髪混じりで、もう気持ちよくシルバーで、とても素敵なんですけど、もう来年還暦なので、だからちょっと信じられない。還暦、はい、32年生まれ、そうですね、昭和32年、昭和32年生まれ、はい、ねえ、戦争が終わって一回りやっとちょっとほっと世の中がほっとしたなっていう、これからじゃあ土台は一応足を踏み越え固めたから、はい、これから飛んで日本も飛んでいこうかなっていう時代ですよね。一番いい、まだまだ何もない時代ですね。ホップステップジャンプじゃないけど、はい、ジャンプをそのホップする準備が終わったぐらいじゃないですか。終わったぐらいでジャンプしようかなっていう、はい、そういう時ですよね。に生まれました。ね、いい時代かもしれませんね。いい時代でしたね、はい。なんと食べるものもあったし、本当に私もそう思います。母の時代は食べるものなかったですからね。30年代っていうのは何とも言えない教習があるし、いい、そうですね、素晴らしい年だったなって。じゃあその頃にお生まれになって、はい、1957年ですね。ちょっとアメリカのちょうどいろんな素敵な音楽は入ってくるし、はい、憧れた時代ですね。憧れた時代ですよね。テレビをつければ必ずほとんどアメリカ の、 番組が流れてましたから、私もそういう時代にだ冷蔵庫が大きかったのを覚えてますね。もうとても何から話し始めていいかって言ったら、あまりにも話すことがいっぱいあって、本当にまとまりが1時間ではつかなくなってしまうんじゃないかなと思いますけども、さてその立花さんが、はい、ご名刺を拝見したら、はい、神奈川大学非常勤講師という、はい、ちょっと、お願いされましてですね、はい、若者たちの前で1時間経営者というか、外の人間が、はい、アカデミックな世界ですから、はい、そこに入って話してくれと、はい、そういう機会があったので、はい、じゃあ、また祖母の話になりますけど、呼ばれている血が花、うん、男は、うん、だから、気持ちよくお受けして、はい、で、1時間二十歳ですね、みんな2年生でしたからの前で、脱線、ほとんど脱線してましたけど、はい、夢を語ってきました。脱線の中から使うんですもんね。そうですね、だから一個でもいいから、うん、はっきり言って自分も大学時代のその2年生の時、うんうん、聞いてないですよそういう話、うん、でもだから僕が彼らに話したかったのは、自分を38年前の自分に置き換えたんです、うん、戻ってみよう、はい、そして話そう、うん、じゃないと通じない、はい、58のはっきり言って親父がですね、はい、もう息子を孫みたいな世代ですよ、はい、この方に話したって、でもそういう1時間の時間をもらったんだから、うん、そんな機会ないんだから、うん、じゃあ一個残そう、うん、汗びっしょりしたね。彼らが58になった時に気がつくんじゃ遅いもんね、はい、そういうことですよね。 今感じてもらわなくて反省ですよね。やっとけばよかったってありますよね。うん、そうですね。でやらずにやって後悔するのと、やらずに後悔する、どっち選びますか。
やって後悔しましょうという話をしてきました。教えて覚えてもらいたいっていうんじゃなくて、はい、感じてほしい、感じてほしい、フィーリングですね、ことですよね、はい、あと38年違ったらもう何世代違いますか。通じるわけないんだから、そのスタートが、ね、もう分かってもらえないというスタンスからいけば少しは通じるんじゃないかと。君たち分かるよねって言ったら無理ですね。だって僕がもし20歳の時に58人の親父から話されたら聞きませんよ。だって入ってくる瞬間からね、もう、うん、30も上の、うん、どんなおじいちゃんがおじいさんの始まりぐらいの、ね、年齢の方が僕が歌ぐらいな風に考えるでしょうよね。子供の時に50って言ったらもうおじいちゃんでした。おじいちゃんですもんね、はい、定年55でしたからね。そうですよね、はい、今60とかなってますけど、うん、60、65ですけど、うんうん、もう50過ぎたら定年ですから。あの頃にはだいたいあのぐらいの年齢だと、はい、友達ないしそのぐらいしか相手にしませんもんね。それより上の人ってのは孔子か孟子かって感じで、そうです、もう違う世界ですから、そういう感じに、ね、世界捉えるでしょうよね、はい、それをふんふんって聞き耳を立てて、はい、こう待ち構えて待ってるなんて人は、はい、よっぽどすごい人だよね。もうちょっと変わった人ですねかもしれないですね。それ変わってますねその人ね。そういう時代ですよね。まあそんな風に楽しいお話が、初めから始まっちゃったんですけれども、田島さんは、はい、この、イタリアンレストランラ・パットーラ、はい、この場所からね、はい、ちょっといろいろ教えていただきたいんですけど、平塚駅ですね、うん、JR 平塚駅を南口の方に降りていただくと、はい、大きい道がございますよね、はい、もう、20メーターぐらいの大きな道が真ん中に、はいはい、その道を海の方にまっすぐ歩いていただいて、綺麗な道ですね、はい、綺麗な道ですね、はいはい、でそれを歩いていただいて、はい、約そうですね10分はかかりませんね、はい、で左側に正面にあるのが商工会議所さん、平塚商工会議所さんの真正面です、はい、あのレンガみたいな感じの建物ですよね。その真正面、その道の対面ですね、向かい側っていうことですか、はい、そうすると海に向かって左手になるんでしょうか。左側です。そうですね、そちらがお店で、お店平塚、もう少し行くと教会になるのか、教会あります、教会のじゃ手前という手前ですね、ことですね、はい、はい、こちらにそのラ・パットーラ、どういう意味なんでしょうね。憧れのシェフがいらっしゃいまして、これが、もう皆さんご存知、安倍首相も行かれている、うん、ベットーラ、はい、東京の、東京の落合シェフですね、うんはい、やっぱり日本でナンバーワンの人方の名前がベットーラ、これ居酒屋って意味なんですけど、でうちはパスタをメインに商いさせていただいているので、うんうんうん、じゃあパスタプラスベットーラ、うんうん、そしたらパットーラ。ですから辞書引いていただいてもね、ないんでね、すいません、パットーラっていうの言葉にありませんから。でも意味不明なところがいいじゃないですか。もう何が出てくるかっていう、何が出てくるかっていうですね、そういうことでやらせていただいて名前を作りました。はい、のラッパパットーラさんではですね、はい、パスタだけでなく、はい、もちろんイタリアンレストランですから、ピザも前菜もワインも、ございます。というまず場所をね、はい、はっきり教えていただきました。じゃあ今度はこの中をですね、はい、曲を挟みまして、いろいろまた教えていただきたいと思います。玉置浩二さんお好きなんですね。大ファンクラブ入ってます。ああそうなんですか。じゃあいつもコンサートにはいらっしゃるわけね。行きます。ああそう、昨年はですね、うんうんうん、名古屋でのビルボードっていう、うん、SKE48 の本拠地があるところにあるんですよ、はい、そういう、ライブハウスがあって、はい、だから200名も入んないかな、うん、ちっちゃいところまでね、滞在時間3時間往復3時間かけて、かみさんと娘に、八つ橋買ってきてということで行きました。八つ橋ね、八つ橋買ってきてくれたら、ウイローじゃないんですか。あ、両方買いました。八つ橋というと両方買ってなんか買ってこさせられましたね。懐かしくね。それはそれ、はい、あ、八橋もあれだもんね、かけつばたの、有原の成平だっけ、成平さんですよ、知龍か、はい、なんかあの辺ですよね。名古屋じゃない、愛知県ですよね。あ、それで八橋ね、はい、で買って帰りましたね、まあそれは今それいいんですけど、それで八橋は、私なんで京都じゃないのに八橋か、それが大好きっていうか、まあそれですね、うんうん、それで玉置浩二さんのライブ行きましたね。そうですか。まずじゃあ、まあ、とにかくお聞きしてみましょう、ね、はい、よろしくお願いします。玉置浩二さんでワインレッドの心、パソコン、スマホ、タブレットでも楽しめる
地域情報満載の湘南チャンネルをはじめ全106チャンネル、ケーブルインターネットはサービス充実で安心。テレビもインターネットもやっぱりスマートケーブルテレビだね。この人と60分、本日のお客様はイタリアンレストランラ・パットーラ代表取締役でいらっしゃいます立花博士様から楽しいお話を伺っております。立花さん、イタリアンレストランですのでやはりイタリアがお好きなんでしょうか。イタリア人に生まれたかったんですけどね。あら、もし次生まれてくる、通りますよローマ行ってもイタリア人に生まれたいなと思っておりますんで、パスタだったら毎日食べれますし、自分が好きだから。ああ、イタリア料理がね、だからやっぱ自分が好きなことをやるのが一番ですよね。ストレスたまんないし、人生一度だからね。いや、一回ぽっきりですから、22で自分の人生決めたので、湘南に憧れてきた男ですから。あ、そう、ご出身は、はい、なんと福岡県柳川市という、はい、ね、はい、柳川といえばもうすごいところでございまして、まあ、川下りで有名なんですね。私行ったことなくてすいません。いいえ、でもね、柳川には憧れがいっぱいありましてね、はい、北原白秋はじめ、はい、もう小野陽子さんの関係もあるし、もう歴史的にもすごいところでございますし、はい、そこの立花さんってお聞きしたんで、はい、これはすごい立花さんだと、はい、少しは血入ってるかなっていう立花宗茂っていう、うん、そう、はい、これがおりますので、少しは入ってるかな、どれくらいか分かりませんけど、あそこもいい土地なんでしょうね。そうなんです。だから大友宗麟から始まって、はい、いろいろな方がこうね、変わりながら来られてて、橘さんが政権を取ったと、取ったとでそこで生まれて、で夢が湘南でレストランを作る、22歳38年前ですね。新しいですね。6年前ですね。あ、これですね、志を持って。柳川からいつ頃お出になったんですか。22歳ですね。で出てきたの。22歳である会社に、まあ、ファミリーレストランに入社させていただいて、うん、で即希望を出して、あの湘南に行きたいと、うん、ほう、で湘南にレストランがそのファミリーレストランでしたからあったので行かせていただきました。はいはい、あ、じゃあ大学までは九州なの。はい、あ、そう、ずっと22年間九州におりました。九州男児だ。なんじゃんですけどね、優しい九州男児。いい意味の九州男児に、ね、おなりになったのかもしれないわね。ああ、そうですかね。もう長く、こっちの方が長くなってしまったので。はで、湘南がいいということで、はい、湘南のどちらにいらしたんですか。湘南の、一番最初に配属された戸塚ですね。横浜、逗子、うん、横須賀、うん、藤沢、鎌倉、うん、まあ、いろんなレストランがあったんですよ。あ、そのチェーンが。チェーンがチェーンなので、ロイヤルホストというチェーンだったので、かの有名な。そこにいたので、はい、だからもう転勤させていただいて、もうこの辺は庭ですよ、だから。じゃあ、ロイヤルホストって九州にもあるんですか。そうです、九州発祥なんです。あ、九州発祥なんです。すいません、九州から出てきたんですね、同じように。で、東京に進出してきたと。出身は九州です。九州福岡の、福岡市の会社です。あ、そうなんですか。はい、それでそこで、あの戸塚の方のロイヤル、はい、から配属されて、いろんな店を回りました。でそれからやっぱりいろんな思いがあったでしょ、講師を。そうですね、だから、うん、まず20代は何すべきかって言ったら、うん、スキルを身につける、うん、だから考える前に、うん、腕が何かできないと飲食業としてこれからやっていくわけですから、うん、そのスキルを勉強したのが20代、で30代になってもだから変わっていきますけど、うん、とりあえず20代は、仕事ですね。あれ、食べることがお好きなんですか。作ることとか全部食べることというかですね、うん、祖母がちょっと仲居頭をやっていたので、で子供の時よく遊びに行ってたんですよ。ええ、で中井さんたちに、まあ、料亭ですけど、可愛がってもらってたので、あのかの有名な料亭、お花子、はい、あそこで中井頭やっていたので、それでそこによく行ったわけですね。すごい綺麗なとこですね。綺麗なとこですね。それですか、そのスタートが、だから3歳の時にはもう飲食業に目覚めてましたね。はあ、ずいぶん、あの、なんていうのかしら、早熟でいらっしゃるというか、すべては祖母からスタートしてる。おばあちゃまにお目にかかりたいわ。ちょっと天国に行っちゃったんですけど。いろんなこのソウルをお持ちの。だから大正生まれの強い女、まあ、ちょっと戦争でご主人亡くしているので、
それで、まあ、まあ俗に言う靖国の地戦争でということは日露戦争かな、はい、あの第二次世界大戦ですね。でそうか、その後にね亡くなっているので、うんうん、それで強い女でしたね。大正2年生まれだからね。大正ですね。だからやっぱり憧れの存在かな、うん、おばあちゃん祖母を尊敬しているので、うん、どういったところに憧れてたんですか。仕事ができた。仕事がやっぱり、当時よくお越しになっていたお客様がですね、段和夫さん、はい、段文さんのお父さんですね、はい、あの方が乗客だったんですよ。あの方あちらの方にいらした時にリスコその愛とかリスコその死とか、そうです、それをだから乗客だったんですよ。で、書いてたのかもしれない。接客をしていたのが祖母なんですよ。へー。で、祖母じゃなきゃダメだと、うち俺を接客するのは祖母じゃなきゃダメだ言い切った人なんですよ。もうちょっとすごい人ですよね、段和夫さん。それでそれ見てましたから、うん、すごいと思った。じゃあきっとさ、段さんはあえてポルトガル行ったり、はい、いろいろあれじゃないですか、地の、ね、果てじゃないけど、はい、いろんなことをお思いになった考えがある、はい、そういうことなんかもいろんなことをおばあちゃまにお話し なさってて、おばあちゃま世界的な見地でいろんなだからやっぱり見識ありましたよね。お客様が、そういうお客様がいろんな経営者もいらっしゃいましたし、やっぱ一番思い出はやっぱり段和夫さんですね。実際に一緒にお風呂入ったことあります、僕。そういえば段さんって春子さんとかってお料理もなんかやってらっしゃいますね。奥様も ね、 ねお料理がお上手、ね、それでやっぱりその関係が僕のやっぱり飲食業をやり始めたというか、骨の髄まで染み込んじゃったという。何がきっかけか分かんないね、やっぱりですね。で、 ですから、50ここまで飲食業を一本でやってきましたから、しかできない、逆に言うと。で、食べることが好きだとそこから全てが、まあ、食は、ね、命だけど命っていうところで全てが発生しますよね。そうですね、やっぱり場所からね、一番大事なこと食べることだと思うんですよ。人生生きてて楽しいこと一つに食べる絶対ありますね。食べること、焼肉食べて、ね、お酒飲んで、みんな笑顔じゃないですか。笑顔が作れる会社、だからそれが僕は飲食業だと思っていたので、はあ、で笑顔が見たい、そのために飲食業やってるのかもしれません。でもずっとロイヤルホストにいたらラパトーラはできないじゃないですか、はい、10年いました。ロイヤルホストは10年ですね。10年、はい、それでちょっと、仕事やりすぎちゃいまして、はい、ちょっとその責任の重さに精神的に参ってきたんですよ、うん、ちょっと頑張りすぎちゃったですね、はあ。だから20代の後半で6店舗まで見るちょっとまあ上の仕事をしていたので、ちょっと精神的に参っちゃって、もう一回辞めちゃったんですよ。気持ちよく辞めちゃって、で横須賀の基地でバーテンやってました。1年間バーテン、はい、無責任の仕事ですね。アルバイトですから。あれはまたね、バーテンでカクテルでこうやって、はい、私あんまり行ったことがないから知らないけど、でもあれをバーテンでカクテル作るっていうことはいろんなことを全て分かっていて、はい、それをいい味に作るんだから、はい、これ相当な心の熟練もいるじゃないですか。まあ、そうですね。だから、外人さんしかいませんから、日本人いないのでほとんど、基地の横須賀のベースの中ですから、そこで1年間ほど働いてたんですけど、そしたら あるロイヤルホスト時代の、直属の上司だった人が、うん、お前1年間サボったんだから人生もう一回責任ある仕事に戻れと電話が来たんですよ。サボっている場合じゃないぞお前って、うん、でもう1年間リハビリしたので、うん、で次プリンスホテル、うん、10年間いました。どちらのプリンス、最初は横浜のプリンスホテル、うん、東京、当時赤坂もありましたね。赤坂なんかすごいじゃないですか、はい、あと六本木プリンスもありましたね。新高高輪、この辺に高輪もすごいわ、はい、そこで10年いました。いろいろ転勤させてもらいながら、だ私の人生のやっぱり飲食業の経験は基本はロイヤルホスト、うん、それにサービスでプリンスホテル、うん、約20年ですね。これ接客にいろいろあまねくいろんなジャンルの方と客単価が違いすぎるんです、ね、ファミリーレストラン一人頭1000円ぐらいです、うん、お使いいただけるのは、うん、プリンスホテルの平均客単価1万円です、うん、やっぱそのレベルが違いますよね、うん、それを10年間勉強できた、うん、しかも両方大事だしね、はい、じゃあ確かにプリンスホテルも大事だけども、人間の本来はロイヤルの方だもんね、はい、心っていうのはね。そうですね、うん、だから両方ね、この20年間が僕のベースになってますね。
うん、サラリーマン20年やりましたから、うん、ほんで、まあ、そろそろいいかなと、うんうん、自分でやろうかなと、はあ、いうふうになって今お店をやらせてやっとたどり着きましたね。やっとたどり着いたかなと、じゃあまあここで2曲目に、はいはい、また大好きなすいません玉置浩二さんの、はい、次の曲でございますけれども、メロディー。スマートケーブルテレビならテレビはもちろんパソコン、スマホ、タブレットでも楽しめる。地域情報満載の湘南チャンネルをはじめ全106チャンネル、ケーブルインターネットはサービス充実で安心。テレビもインターネットもやっぱりスマートケーブルテレビだね。この人と60分、本日のお客様はイタリアンレストランラ・パットーラ代表取締役でいらっしゃいます立花博士様から、本当に楽しいお話を伺いましたけども、今立花さん、あのロイヤルホストってすごいいい会社で、そうですね、どんどん研修に、アメリカ研修も十数回ですからね、ああ本当にあの勉強、うん、一、会社員の分に、ね、対してお金を使ってくれましたよね、うん、アメリカもいろんなボストンの料理から、はい、西海岸からマイアミの方のお料理からいろんなところですね。真ん中あたりのケンタッキーもね、また面白いです。マクドナルドも行きましたよ、1号店、あの創業店舗ね、なんかマクドナルド誰でしょう、あのひき肉だけ最初売ってたのが誰かの主婦の発明で、はい、よくご存知です ね、あのパンの中にこれ入れてパチンってやってくれるといいのができるんじゃないかって主婦が言ったら、はい、マクドナルド兄弟っていうですね人がスタートして、ね、まあこれ会社売るんですけど、それで作ったっていうね、はい、そこも行きましたよ、やっぱりね、第1号パチンのところ、パチンのところマクドナルド第1号店ですね、面白かったですね、あこれなんだとか、やっぱりそこで勉強、食べてみないと分かんないですから、うん、はいはい、自分の食べて、うん、胃の中に入れて、うん、それで分かるっていう美味しさはですね、でそれの勉強に本当に、ロイヤルホスト10年間で、うん、あの僕の基礎を作ってもらった会社ですね。ヨーロッパの方も、ヨーロッパも1回、あのフランスも、あのこれはね、また行かせていただいたし、うん、でやっぱりあのなんだろうな、勉強で一番大事なのは、体験ですね、経験も大事ですけど、体験、うん、自分は一見にしかずと、百聞は本当にそうだと思います、行かなきゃわからない、はい、だからフランスでやっぱりシャンゼリゼ通りの素晴らしさもあるけど、影もある、うん、裏に入ってみればですね、うん、日本だってありますから、はいはい、そういうのをやっぱり勉強すると、フランス人ってどういう人たちなの、日本人に海に囲まれてますから、はい、知らないと、はい、だからやっぱり外に出てみる、はい、若いうちに大事だと思うんですよ。ヨーロッパはちょっと一つの国でも行けば、あそこは地続きだから、はい、いろんなことがなんとなく、ね、人種もいろいろいるしね、そうですね、だから文化全く違いますから、うーん、でやっぱりいいものはいい、うーん、真似するものは真似をすればいいわけですから、うーん、だから昔の明治時代の男たちが言いましたよね、和魂要塞って、はあ、和魂要塞、魂は和だよ、長い家風なんかも、そっちの系統だよね、和ですね、はい、僕はその考え方、学べと、はい、それはやっぱ大事なことだと思うん で今で実際洋服着てますから、で今日はツイードを着てきましたけど、冬はツイード大好きなんですよ、うんうん、あったかいしね、あったかいし、やっぱりこれの文化はイギリスですよね、イギリスですよね、はい、スコットランド、うんうん、まあ、そっちのやっぱりだから、日本のツイードにも全部いいんです、仕方ない、だってタータンチェックの国だから、タータンチェック男の方がスカート履くんだから、日本は絹の文化ですからね、絹、あっちはツイードの文化、ウールの文化ですから、それはやっぱり、実際着てみたら、ね、またウールにいいような柄にするのよね、ないです、やっぱそれが地産地消じゃないけど、そだからそこの同じですよね、平塚のものを平塚で消化しましょう、イギリスのものと一緒ですよね、同じですよね、はい、だからやっぱり心ってちゃんとあのすごい、まあ、そこそこのお値段払えば、うん、あの安物の3倍4倍使えますから、うん、ってことは結局安いんですよ、うん、あのこれまたバーチ祖母になっちゃいますけど、うん、安物買いの銭失い、うんうん、安かろう悪かろうっていつも言ってましたね。じゃあそのツイードもヨークシャーの方から来たのかしら、ロイヤルちょっとだと思うんですけど、だからこれも楽しく着させていただいて、もう何でも着てますよ、これも5年ぐらい着てる、持つんですよね、いいものは、はい、大事にいつもブラッシング自分でやるし、うーん、あのその毎日のブラッシングが大事なんですね。
じゃあもう食べ物のみならず、あのもう全ての衣食住をいろんなところ行って、憧れの人生って言ったらいいかもしれないです。あ、素晴らしい。これまたもらった言葉なんですけど、人生には2つあるよ、妬む人生と憧れる人生があるよって言われたの。これも祖母からもらった言葉なんですけど、自分よりもすごい人、頭がいい人、お金がある人、いっぱいいらっしゃいますよね、それに出会った時に妬むか憧れるか、妬む人生、そういう一つですよね。どうせどっちだな、僕は憧れの人生、憧れた方がいいわよね、はい、だから、憧れちゃうんですよ、ついにしつけされているので。だからやっぱり真似をする、でいいものはいいじゃないですか。憧れはほら心理心弁に同時と、はい、とわらべって書きますけども、やっぱり純粋なんですよね。はあ、憧れの人生だから、いいものはいい、自分よりもすごい人が現れたらチャンスですよね、近づけるんだ。だから今のこの神田さんに58歳におなりになったんだわ、その素晴らしさ。どうだろうな、なるほどね、楽しく憧れる人が大勢いたと、若い時にいっぱいいますよ。どういう方に憧れるんですか。今でも思いますからね、例えば、今はどなた、子供の時はやっぱり野球選手とかやっぱり憧れましたし、憧れてるイチロー選手とか大好きですよ、野球大好きですから。やっぱりあと一番素敵だと思ったのは野茂選手。はあ、地味な感じだけども、とてもね、あの方が、心はすごいよね。アメリカに行くときに、マスコミ関係か周りからは反対されてるんですよね、通用するわけね。でも彼は行きましたよね、でノーヒットノーランやるんですよね、最初に扉を開ける人は大変だよね。最初ですから、第1号ですから、それで今どん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 行くわけですよね。でイチロー選手も行くわけですよね、で世界一になるわけじゃないですか、そういうのやっぱり、まあ、喋り方とか、例えば子供の時に憧れてたのはケネディだったんですけど、私もケネディさん大好き、ジョン・ F ・ケネディ、ジョン・F ・ケネディ、はい、すごい人だ、11月22日に殺されて、25日に、はい、お葬式、私30なんですねこれ。だってあなた、私も思ったんですけども、昭和32年でしょ、はい、57年でしょ、はい、多分キャロライン大使と同じくらい、同じくらいでしょ、はい、だからそれもありますし、ね、だからあって、かっこよかったです、いろんな店ですね、演説かっこいいんですよね、もう素晴らしい演説よね、ですよね、で心から訴えちゃってるから、叫んでらっしゃるから、僕それビデオで見て真似しましたもん、指の扱いとか、こう喋り方、英語の勉強はこうやって僕勉強したんですよ、そうすると入ってきますよね、一瞬ケネディになれる、と子供って真似するじゃないですか、イチロー選手が好きだったらイチロー選手真似するし、一緒ですよ、真似すればいいんですよ、と自分のものになる。でももうああいう方は出ないですね、もうああいう方はもう神様が下した方でしょう、選ばれしい人だと思います、と思います ね、ま、だって私なんか上杉鷹山かなり有名なね、はい、ケネディさんから私は分かる、まあ、なんて変な言い方だけど、全然お目にかかったこともないですけども、はい、ケネディさんの書物から出てきた上杉鷹山は私知って、それで勉強したっていうか、あの方すごいですよね、あの時代に日本人すごいですよ、文化、素敵な方日本にもいっぱいいらっしゃいますから、そういうのはやっぱり自分で歴史、歴史に学ぶっていう、なんかありましたね、ことわざで、愚か者は体験しても学ばないけど、頭の賢者は歴史から学ぶっていうね、はいはい、素敵な言葉がありますよね、はいはい、だから歴史大好きですね。もうちょっとね、本当にいろんないえいえ話がどんどん乗ってきちゃって、私もなんか立花さんとお話ししてると自分の人生がこうなんか、なんていうのかしら、なんとも言いようがないんですが、でも楽しく、そしてしかも教えていただく、いえいえいえ、だから人生って今楽しくって言われましたよね、楽しくするか楽するかの違い、同じ字ですよね、でも下が違う、楽しむっていうのと楽する、下が2文字違うだけで人生変わりますよね。これはタコと一緒ですね、和だこ、足で上がるか上がらないか決まると教わりました。なるほどね、足が短いとくるくる回っちゃうし、長すぎちゃうと登っていかないし、ちょうどいいところが大事だよと教わりました。やっぱり上に上がりたいから。
でもその確かに私もこの今数分前におっしゃった、はい、妬むよりも憧れろと、憧れ、これはもう後世に残したい。いや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 、その自分のやっぱり生き方、はい、素直に、ま、真似すればいいんですよね。もしできなかったら喋り方も真似すればいいし、目の使い方も真似すればいいんですよ。憧れたんだったら結局その人の人柄が、その人 の体から、目から 足から手から全てのこうから溢れ出るわけじゃないですか。にじみ出るというか、うん、だからやっぱりその方に近づきたいと思ったら、やっぱりそういう心をそういうふうにな目で見るという、自分の心を開けばいいんですよね。なるほど、ね、そうすれば自分もそこに近づけるわけですから。これが憧れ、だから僕は58年間憧れの人生ですね。楽しいですよ、だからこうやってね、いろんな人現れるんだもん。そんなに普通の方でもそういう人いますもんね、憧れるっていうね。いっぱいいます、その方っていうか姿勢の方で、ね、はい、かっこいい人いっぱいいますけど、世の中で、それ若いとか、年配だとか、男性だとか女性関係ない。20代の若者にもね、神奈川大学にもいますよ、いい男がいたんで、いい女、素敵な女性いましたね。しっかり目を見て話せる子がいたんですよ。この子しつけされてるな、いい感じですね、しつけってね。体が美しいだから、身がね、美しいだ、ね、美しいですから、身だしなみだもんね。姿勢がいいなと思ったから、僕姿勢伸びましたもん、その瞬間。真似したくなるんですよ。やっぱりどうしても、ね、下向いてる時は多いじゃないですか、だから自分でこういうのやってる、姿勢よくしよう、二十歳の子からもらいました。もう生まれながらにして、そのあれなんですね、ポジティブなんですね。楽しく一回OKだから、ね、人生。でそれを自分の身に入れようとするその努力、やっぱり相当怖い目にもあってらっしゃると思うんですよ。ヨーロッパ行ったりして、はい、ヨーロッパだっていろんな過去がいるでしょうから、アメリカもね、それはそうですよね、はい、どんな怖いことありました、やっぱり行っちゃいけない道入っちゃって、ちょっとね、襲われるとかね、お金すられるとかね、いっぱいありますよ。だそれは自己責任ですよね。それも体験だからね。体験です。それからやっぱり行っちゃいけない場所っていうのはやっぱり、だから行動上そうですね、やっていいこと悪いことあるわけだから、で好奇心があるんで、でもやっちゃいけないことは好奇心があってもやってはいけない。どっかで自制しなきゃいけないと、だからやっぱりブレーキを自分で踏むっていうところですよね、はいはい、人生アクセルと車だってアクセルブレーキあるわけだから、でもアクセル踏みすぎちゃうと車壊れるよ、で車の運転が上手い人ってブレーキが上手いですよね。なるほどね。だから飛ばしすぎちゃって事故、終わりよければ全てよしで、全てよしブレーキですよね。でも若い時にあんまりブレーキ使ってもしょうがないんだけど、タイミングですから。でもやっぱり年を取っていろんなことが入ってくると、やっぱりブレーキの使い方が、その3、2、1というあの感覚でブレーキを最後はピッとね、ピッと踏む。だから例えば運転席じゃ子供乗せるとしたら、子供が寝たら俺やってると思ってるんですよ。一緒にドライブしますよね、で娘がまあちっちゃい時、はい、寝るような運転をさする、絶対に事故らない、もらい事故もしない、だって 守るものがあるから。なんか車の運転のこともそうだ、白洲二郎さんみたい。あ、いや、白洲二郎さんに会ったことないけど、なんか書物はほとんど読んでますね。あれ嬉しいな、それすごく、なんかそれを今感じた。イギリスっていう話聞いたとき、あの方がほらイギリス行ったときに、ケンブリッジですね、もうそれでほら車に凝っちゃったじゃないですか、はい、その辺の感じがビビビビッと今オーラが来た、はい、白洲二郎さんは大学時代に書物で出会いました。まだ生きてらっしゃるときにいろんなの 書いてらっしゃったんですけど、はい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 、日本コンケッポーを作った男ですから、で日本で初めてジーパンを履いた男、そう書物ほとんどありますね。白洲二郎で生きてます。なんかちょっとこうここで曲を入れるんですけれども、はい、よろしいでしょうか、はい、その後にねまたそれでノリに乗っちゃったお話を伺わせていただきます。最後のこの玉置浩二さんのやっぱ好きやねん、はい、これちょっとお話ししていただけますか。屋敷隆人さんが玉置さんに曲を書いてほしいと、はい、お願いをされてたんですけど、はい、亡くなったんですね、その前に、で玉置さんが、この曲をカバーされた、
思い出ですよね、これね。玉木さんもきっと心の中で泣きながら歌ったのかな、なんでやらなかったんだって気持ちがあると思いますよ。切なさでいっぱいでお歌いになったのかな、はい、と思いますね。だからこの曲は僕もよくカラオケで、大事にさせていただいている曲ですね。あ、そうですか。それでお聞きいたしましょう、玉木浩二さんのやっぱ好きやねん。やはりパスタが主流でしょうかね。そうですね、パスタ、ピザ、やっぱり、まあほとんどイタリアンの食材は使っているので大丈夫と思うんですけど、はい、やっぱり食べていただきたいのはパスタですね。そうですか、はい、まあ、おすすめはいろいろあるんでしょうけども。おすすめは女の子に聞いてください、はあ、どういうことですか。だいたいレストランにおすすめってありますよね、うんうんうん、あれは、会社が売りたい商品なんですよ。はいはいはい、分かりますよね、うんうんうん、だからおすすめするんです、うんうんうん、だからうちの女の子たちは食べてますから、自分たちの、うん、お客様と同じもの、うん、男の子は余り物、うん、女の子は同じものお客様と食べているので、うん、だから聞いていただくのが一番ですよ。正直言いますよ、彼女たちが自分の好きなもの、はい、はあはあ、だからおすすめは女の子に聞いてください。ああそうですか、もうすぐ真実を教えてくださるわけだ。自分の好きなものを言いますから、それが一番おいしいはずです、はい、じゃあ皆様もし平塚商工会議所の真ん前、真ん前ですね、はい、言ってらっしゃいましたね、お店はそうとこちらの平塚に出したのが最初ですか。いや最初は茅ヶ崎ですね、はあはあ、茅ヶ崎の南口が1号店、はあ、で、平塚が2号店、はい、3号店は大船のですね、鎌倉芸術館の前に3号店のパッドがございます、はいはい、あの前になんかお花屋さんみたいな感じの、ええあそこかな、こう三角みたいになってるとこ。いえ、鎌倉芸術館の真正面です。真正面右側が、鎌倉女子大、うん、ああそうですか。その、はい、マンションがあるんですけど、その1階に3号店の、じゃああの辺うろうろしてればこう分かりますね。ありますそちらにも一応ありますんで、基本は一緒ですから、お呼びの席はお越しいただければ幸いです。あそうでございますかじゃあもう平塚も、あ茅ヶ崎を最初に建て作って、はい、今まあ平塚、はい、お住まいに出られるのは藤沢です。藤沢ですか。藤沢に住んでます。あそうなんですか、はい、身近にいたいので、うんうん、仕事も湘南、うん、住むも湘南、うん、で遊ぶも湘南って人生ですかねじゃあその藤沢はお店とは別に、別です。お自宅が、はい、住んでおりますんで。ご家族は何人いらっしゃいますか。神さんと、娘ですね。おいくつぐらい。11歳。あら可愛いですね。5年生になりました。今度6年生ですね。じゃあ失礼ですけどちょっと晩婚だったんでしょうか。私が晩婚ですね。うーん私は結構40で、うんうん、で神さんが当時、25歳。あら随分お年、ねはい、拾っていただきました素晴らしいわ。奥さんはきっと先見の目がおありになった。どうでしょう、この人は私がいないとダメになると思ったんじゃないですかあそういうやり方もあるんでしょうかね。おかげさまで。うんなるほど。じゃあ平塚のお店の方にはたまにというか特に各店回っているので、うん、でプラプラっと、うん、褒めに行きますね。はあはあはあ、やっぱり叱られても叱られるのは店長だけ、うんうんうん、もう一切怒んないから。でもお客様の中に立花さんに会いたいからって来る人いるんじゃないですか。よくメールいただいてます、会社の方ので。はあ、YouTube で見てっていうのが、昔テレビから出たので、それで YouTube で見て、先週お会いしたのは21歳の男の子と、だ当時5歳テレビ出た時、テレビに出たって何に出たの。マネの虎っていう番組に出たんですね。もうもちろんないですけど、はい、でそれで美空ひばり事務所の加藤社長に融資していただいて、はい、ちょっと待ってくださいね。どういう番組だったかちょっとかいつまんで教えていただけますか。一般視聴者がですね、うん、その自分のプレゼンテーションを、番組の中で5人の社長さんの前で言う、はは語ると、はい、でそれで君のプレゼンテーション OK ってなったらお金が融資してもらえる、うんうん、ダメだったらバカ帰れって話ですね。という番組がですね、はいはい、YouTube でも今ありますね。はそれスカウトされたんだ。それで出していただいたので、それでやったで茅ヶ崎のお店を開けさせていただきました。あそれを資金にして、資金にして、はあ、で今2号店3号店とやってすぐ返せちゃったでしょ。いえまあいろいろとお返ししましたけども。そうですか、はい、そのプレゼンテーションをやるってだけでももうすごいやっぱり志が強く強くそのやりたい気持ちが強かったんでしょうね。神さんにからかわれたので。どういうふうに。自分でやろうと思ったんです最初ね、うんうんうん、で話したんです、うんうんはい、その時に
髪、あの妻がですね、試したんですね僕をね、はい、本気なのってこういう番組あるんだけど、あなたのプレゼンテーション通じるっていう話ですよ、ふざけんじゃないよ通じるよって出しちゃったんです、はい、ただ受かっちゃいました。でほトントントン本番いっちゃって、うん、でこうなりました。だからあの、神さんに足を向けて寝れない男です。15歳でしたかね、15歳年下ですね。の奥様もおばあちゃまみたいなところがあるんですね、立花さんのおばあちゃまみたいな。そうですね、僕は女性に支えられてる男なのでと言いつつ、やはりどこかに引くところがあるんじゃないですか、惹かれちゃうところ。祖母に守られ、お袋に守られ、かみさんに守られ、娘に守られ、アルバイトの従業員たち女の子たちに守られてる。いいでしょ、ハーレムみたいでしょ。じゃあその今のそのお店のなんて言うんでしょうね、はい、これからこうしたいとかこういうことをモットーとして、やってますっていうような、そういうのもたくさんおありなんでしょうけども、絞って一つですね、はい、他人を笑顔にできる子を育てたい。はだからあのいろんな人とこれからうちのお店で例えば就職で辞める、うん、結婚して辞める、いっぱいあると思うんですけど、はいはいはい、相手を笑顔にできる。はあ、笑顔のパスタ。そうですね、それがもう、うん、自分の生き方なので、うーん、相手を笑顔、誰かの言葉にありました、相手を笑顔にできる人、輝いている人という、これは村上春樹さんでしたかね、はの言葉ですね。憧れる、だからこうやって憧れるわけです、僕。うーん、憧れはすべて夢を呼びますね。というところで、はい、なんかあの決着がつきましたけれども、ありがとうございます。あの立花さんとお話ししていると、はい、本当に憧れが夢を語り人生を作るというあの素晴らしいものをね、1時間でいただきました。ありがとうございます、本当にありがとうございます。こちらこそ、あのお体に気をつけてこれからも頑張っていきますので、またよろしくお願い申し上げます。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。スマートケーブルテレビならテレビはもちろんパソコン、スマホ、タブレットでも楽しめる。地域情報満載の湘南チャンネルをはじめ全106チャンネル、ケーブルインターネットはサービス充実で安心。テレビもインターネットもやっぱりスマートケーブルテレビだね。いかがでしたでしょうか。この人と60分、本日のお客様はイタリアンレストランラ・パトーラ代表取締役でいらっしゃいます立花博様から楽しいお話を伺いました。いつも相手に笑顔と心がけていらっしゃるという立花さん、人生のすべてがポジティブに楽しくとのモットーがそのまま私たちに届くということは、まさにきっと58年間日々を深く見つめながら生きていらしたのかなというふうに思います。本当にきらめく星座のような方でした。来週もぜひお楽しみに。本日のお相手は山本恵子がお届けいたしました。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。この人と60分、この番組はデジタルテレビ放送と安心インターネットの湘南ケーブルネットワークの提供でお送りしました。